高新草は、タヌキモカムシトリスミレ属の食虫植物。日本固有種であり、学名は、ピングウィキアララモサミリオシエクスヤタベ。国の植物レッドデータブックで、絶滅危惧通類に指定されている。1890年に参考学により、栃木県の高信山で発見され、山の名前を取って、高新草と命名された。現在知られている、自生地は、 栃木県の甲信山、南大山、女宝山及び群馬県のけさ丸山で、甲信山の自生地は国の特別天然記念物である。生育地はこれらの山の標高1200から2200メートル付近の垂直な崖であり、環境は常に霧が流れて寒冷多湿。夏でも気温が25度を上回ることはない。育曝下の群落を形成するのは、 高深山の数箇所のみであるが、群落自体が目立たない水壁や崖等の危険な場所にある上、特に目印などはないため、観察のためには群落の位置を知る者の案内が必要である。植物体は葉がロジェット状に広がり直径は3センチメートル以下。6から7月に高さ5センチメートル前後の崖を伸ばし、薄紫色の直径5から 10mm ほどの花を、 咲かせる。禁煙の虫取りすみれに似るが、一回り小型なこと、花の色がやや薄いこと、花形はしばしば二股に分岐することが特徴となっている。なお、果軸は、開花時には横を向くが、欠実すると上に反り返り、株の位置より上の位置に種子を押し付ける。このため、一列に並んだ将軍落を形成することがある。秋になると中心部に、 目が固く集まった糖芽を作り、春までの期間を休眠する。食中植物としての補注部は早過形で、これらから分泌した粘液で小さな虫などを捕らえ、消化吸収して、自らの栄養分としている。ありがとうございます。